ヒョードル・アレクサンドロビチ・クリモフは、ロシア出身の男子元フィギュアスケート選手。パートナーは、クセニア・ストルボアなど。2014年ソチオリンピック銀メダリスト、団体戦金メダリスト。2014年世界選手権2位。2015年グランプリファイナル優勝。2012欧州選手権2009年から、クセニア・ストルボアとペアを組み、 初めて出場した国際競技会となる ISU ジュニアグランプリレイクプラシットで2位となり、ジュニアグランプリファイナルに進出。世界ジュニア選手権では3位の成績を収めた。2010から2011シーズンは、ジュニアとシニアの掛け持ちのシーズンを送った。ジュニアグランプリ2戦では優勝し、ジュニアグランプリファイナルでは、前年よりも、順位を一つ、順位を上げ2位となった。 世界ジュニア選手権では、前年の世界ジュニア選手権、そして、ジュニアグランプリファイナルで敗れた、高橋成美、マービントラン組を上回り銀メダルを獲得した。2011から2012シーズンより、シニアクラスへ完全移行。エリック・ボンパールハイの FS では、ジャンプの要素をべてで、ミスがあり、スピンやリフトでも失敗があるなど不安が残る内容となった。 2度目の出場のロシア選手権では2位となった。試合終了時点では国際大会の代表には選ばれていなかったが、川口優子、アレクサンドルスミルノフ組の手術による欠場のため補欠として欧州選手権への出場が決まった。試合では会心の出来の演技を披露し、銅メダルを獲得。ロシアの表彰台独占に貢献した。 2012から2013シーズン、中国杯では3位、グランプリシリーズで初めてのメダルを獲得。ロシア選手権では2年連続の表彰台。当初は、欧州選手権の代表に選ばれていなかったが、ベラ・バザロは、有利・ラリオノフグの欠場のため、補欠として出場し6位。シーズン終了後にコーチを、ニーナ・モーゼルに変更した。 2013から2014シーズン、スケートアメリカで3位。ロステレコムハイは SP6 位と出遅れるが、FS で初の130点台をマークし、総合4位に順位を上げる。ロシア選手権では、初優勝を果たした。欧州選手権では SP、SPFS ともに、自己ベストを更新し初めて200点を突破。銀メダルを獲得した。 ソチオリンピックの団体戦では FS に出場資金メダルを獲得。個人戦では SPFS に自己ベストを更新し銀メダルを獲得した。初出場の世界選手権でも銀メダルを獲得した。2014から2015シーズンロステレコム杯でグランプリシリーズ初優勝。エリック・ボンパール杯では開催地のフランスに合わせ、 FS をフランス語ボーカルに変更し披露。連勝でグランプリファイナル初出場を決めた。ファイナルでも開催地に合わせ、スペイン語、ボーカルバージョンで FS を披露し、銀メダルを獲得した。欧州選手権では SP で首位に立ったものの、FS の最後のエレメンツである、スロー3回転、サルコーの助走で、クリモフが転倒するなどのミスで2位に順位を落とした。 代表が決定していた、世界選手権は次のシーズンへの準備のために、欠場する。2015から2016シーズン、スケートアメリカでは SP で、スロー3回転ルッツを点灯するなど制裁を書き5位。FS では、ペア史上初めて3回転、トーループプラス3回転、トーループプラス2回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させたが、 最終順位は4位でメダルを逃した。ロステレコム杯では優勝。グランプリファイナルでは、SP1 位、FS では一人のジャッジからも、マイナス評価を受けない、完璧な演技で大幅に、自己ベストを更新し、優勝した。ロシア選手権は、背中の痛みを理由に欠場した。欧州選手権の代表に選出されたが、練習中の肩の怪我で欠場を発表した。 世界選手権では4位に終わった。2016から2017シーズン、6月中旬に、ストルボアが、スケート靴を変えたことから、左足首に、神経の問題が生じ、深刻な炎症に発展した。それを理由にグランプリシリーズを欠場。ロシア選手権で試合に復帰し、0.93点差の、接戦を制し3度目の優勝を果たした。 欧州選手権では4年ぶりに表彰台を逃す4位。世界選手権の SP では3回転ツイストリフト3回転スローフリップで点灯し3回転トゥループでステップアウトするなどして13位スタート。FS では3位で総合5位に順位を上げた。2017から2018シーズングランプリシリーズでは2大会で銀メダルを獲得。グランプリファイナルでは4位。 ロシア選手権と欧州選手権では、同門のエフゲーニア、タラソワ、ウラジミール・モロゾフ組に後陣を廃し2位だった。一旦は、ピョンチャンオリンピック代表は確実な状況だったが、ストルボアが IOC から出場を認められず、オリンピックへ出場への道は閉ざされた。出場予定だった世界選手権は、ストルボアが、 右足の人体を断裂したために出場を辞退した。シーズン終了後もストルボアとのペア続行を予定していたが、8月31日にペア解散が発表された。9月8日に現役引退を発表した。引退後はフィギュアスケートのコーチに転身した。ありがとうございます。